はいどうもマジシャンサノチです。イエイイエイということで名古屋でございます。名古屋トランプだがやということでですね、日本の中心名古屋の名所名物方言を絵札トランプにしてみたがや、めっちゃアピールしてますね。名古屋アピールでございますね。ちなみに私大阪に住んでるんですけど、私はもっぱら東京推しでございます。はい、東京が大好きなんですね。大阪はまあまあ、ちょっとまあまあ普通にいますけど東京ですよ。名古屋もねあんまり行ったことないんで、住んだことないからわからないんですけども、この名古屋ね、この一番だよっていう主張してる名古屋のトランプ、早速開けていきたいと思います。イエイイエイ、出てきました。名古屋のトランプでございます。すごいですね。名古屋城ということでですね、やっぱりシャチホコがいるんですね。早速開けましょう。ジョーカーこちら、シャチホコです。きしめん、そしてひつまぶし、方言でございます。はい、ハートの3見ましょう。だがや、ハートの4見ましょう。だがや、ハートの5いるとだがやということですね。もうハートの6も全部だがやです。ういろも、ういろもうみゃーよと、ういろです。ハトが食べてます。ハトに餌、ハトが串団子持ってますね。はい、ハートのキング、金のシャチホコ、メスね、わかりません。名古屋コーチン、手羽先、名古屋といえば世界の山ちゃんでございますね。それと風来坊、風来坊さんですね。あれは美味しいですよ。ラックね、歴史上の人物、織田信長ね、豊臣秀吉、徳川家康ね、こちらの3人がおすすめでございます。エビフリア天ぷ、天むすということですね。こちらですね、ちょっと斬新なトランプでございました。まあ、いろんなね、名物が書かれてましたけども、まあなかなか楽しかったんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日は、以上です。どうも動画をご覧くださいましてありがとうございました。もしこの動画がね気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。クリッククリック、 PC の方はこちらをクリックしてください。でスマホの方は下の説明欄からですね、チャンネル登録の方お願いします。ということでサノッチでした。イエイイエイ。